この絵の背景は食紅スプレーを使った弾き絵バチックの技法を使っています。食紅を水で溶いてスプレーボトルに入れたものです。まず紙にクレヨンで絵を描きます。ここに食紅スプレーをかけていくと、だんだん絵が浮かび上がってきます。食紅スプレーは何色か重ねても面白いですね。今度は絵を描いてみましょう。さあ、何の絵ができるでしょう。最初に見た方は覚えてますよね。白で塗りつぶして、よこんと何か出てきました。目と口を描いたら、紙を二つ折りにして雫型を切り取っておきます。ところどころに赤いスプレーをします。そこにこの雫型を置きます。その上から青いスプレーをかけていきます。紙を取り除くと、人玉の出来上がりです。お化けの袋はティッシュなどで少し押さえると、きれいな白が出てきます。もしスプレーが乾いてしまって拭き取れない場合は、もう一度上から塗ってもいいです。こんな風に広い面積もあっという間にスプレーできるので、絵の背景にはもってこいです。のびのびと絵を描いた後、周りをスプレーで仕上げてみてください。